東富士五湖道路は、山梨県富士吉田市の富士吉田インターチェンジから、静岡県駿東郡小山町の椿市リインターチェンジへ、至る自動車専用道路である。全線は中日本高速道路管理の一般有料道路であり、国道138号のバイパス道路である。高速道路ナンバリングによる路線番号は、中央自動車道富士吉田線とともに E68 が割り振られている。 富士吉田インターチェンジ下り線入り口ランプから、すばしりインターチェンジ近く、富士吉田方面を望むすばしり料金所。富士吉田方面を望む、中央自動車道富士吉田線から南下し、富士山の東側を沿って、静岡県東部へと連絡する路線である。本道路が開通する前は、峠越えとなる。 カゴ坂峠を通過する必要があったが、この道路を利用することにより峠越えを避けていくことができる。また、スバシリインターチェンジ以南では、自動車専用道路のスバシリ道路、御天場バイパスを介して、高規格道路のみで、中央自動車道と新東名高速道路が接続されている。ハイウェイラジオは放送されていないが、 近隣の中央自動車道のハイウェイラジオで東富士五湖道路の情報を放送している。自動車専用道路のため、125cc 以下の小型自動二輪車、原動機付き自転車、ミニカー、歩行者、軽車両の走行は禁止されている。2010年6月28日から2011年6月19日まで、全線にわたって無料化社会実験が行われた。 川口湖、藤吉田インターチェンジ周辺のズスバシリインターチェンジ付近を除き、雨天、降雪、濃霧、台風などの好天時、事故や工事などの時は時速 50km の速度規制が行われる。トンネルの数暫定2車線の対面通行であるため、上下線で1本のトンネルとなっている。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して、 作成料金は、富士吉田インターチェンジ山中湖インターチェンジ間、山中湖インターチェンジしりインターチェンジ間、それぞれの区間で普通車540円である。車種分は普通車、大型車及び特大車の3区分となっている。料金書は、富士吉田インターチェンジとしりインターチェンジにあり、流入時に山中湖インターチェンジまでの流出時に、 山中湖インターチェンジからの料金を支払う方式となっている。両料金所とも ETC レーン整備済み。一般有料道路であるため ETC 時間帯割引の適用はなかったが、生活対策等に基づき2009年3月28日から高速自動車国道の地方部と同じ割引が導入されている。この東富士五湖道路で使われている料金収受機は、 自動式で機関車、トーマスの音声が流れるタイプが使用されている。これは、富士吉田インターチェンジの近くにある、富士急ハイランド内にトーマスランドがあるため、ありがとうございます。